ジュリエット・パースは、数学者、哲学者のチャールズ・パースの二人目の妻だった。チャールズ・パースに出会う前のジュリエットの生涯については、ほとんど何もわかっていない。名前さえわかっていなくて、その名前は、ジュリエット・アネット・フロー・イシーあるいはジュリエット・ポータライ、などと、様々に表されている。彼女は、フランス人だったと考える、歴史家もいれば、彼女には、 ジプシーの特性があったと推測してきた歴史家もいる。時折彼女は自分がハプスブルク家の王妃だと言った。彼女についてわかっているわずかな事実は彼女の過去についての可能性のある少数の手がかりをもたらしただけだった。彼女はフランス語を話し自分が生活できるだけの視力がありいくつかの婦人病を患っていて そのせいで子供を持つことができず、そしてナポレオン・ボナパルトの失脚を予測したと言われる一組のタロットカードを持っていた。彼女は1876年12月、ニューヨークのホテルブリーボートでの大晦日ダンスパーティーの会場にいて、彼女はここで初めてチャールズと会った。後年のジュリエットは次第に衰弱していったと言われている。 チャールズの病気と彼らの極貧をものともせず、ジュリエットはどうやら決して彼を支えることと彼が、間もなく活躍することを信じることにくじけることは、なかったようである。チャールズが1914年に亡くなった時、ジュリエットは極貧かつ孤独の状態で残された。彼女はさらに20年生き、チャールズと彼の数々の考えが正当な評価を、 受けるようにすることに、それらの年月を捧げた。彼女はそれらが正当な評価を受けるにふさわしいと考えていたのだった。サイエンス氏の死亡記事は、彼女のことを次のように書いている。彼女は、親切な女性で、献身的な愛情を持って、生き、そして亡くなった。ブレント、ヨゼフ、チャールズ・サンダース・パース、エライフ、ブルーミング店、イン。 インディアナ・ユニバーシティ・プレス、1998、P143。ありがとうございます。